今僕が使っているのがコンパクトなコーヒー汁系のワームっていうことで、今までジャッカルになかったね、タイプのルアーになります。このコンパクトさで遠くに飛ばすことができるっていうのがもう最大のメリットで、遠くのあのカバーへ飛ばしたい、対岸まで飛ばしたいっていうシチュエーションにおいて本当に重宝するワームとなります。基本的にはね、着水してから落ちていく、まあ、そういうポール時にバイトが、多発するワームではあるんですけれども、例えばね、虫にもシルエットも見せれますし、ボトムを釣り引けばエビ系、そしてロットでね、軽くちょんちょんとブリッジしてもらえればベイトフィッシュが逃げる様っていうのを表現、できます。お尻からね、針を刺す、いわゆる順付けセッティングでは水平ホールで落ちていきます。またね、頭のこの触角をちぎってもらって、頭から刺す逆出しセッティングにしてもらうと、奥行きのあるオーバーハングなどに打ち込むときに便利なバックスライドセッティング、自ら奥へ滑り込むような、そういった動きも表現出すことができますので、状況に応じてね、使い分けていただけたら、いいんじゃないかなと思います。実はこんなね、見慣れない赤いパッケージに入って発売されることになりました。480円っていう、まあそういうね、価格設定のバームのシリーズのみ赤いパッケージで登場することになりました。おっしゃー、惜しかった。